おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。今日はゲームの続きで、昨日は壁で全部の LED 画面がこう埋もれてしまうというか、渦まってしまう、壁ばっかり出てくるところまでやりました。で、それじゃあゲームにならないので、たまに出てくるようにするというところを説明したいと思います。はい、じゃあ画面を切り替えて説明します。トップページからレッツコードエディターに行って、メイクコードエディターの中のホームページにあるチュートリアルのゲームシリーズの一番後ろ、クラッシーバード、騒がしい鳥をやっています。で、ここに来て、日本語翻訳を使わせてもらおうと思ってます。日本語モードに切り替えて、でずっと進んできて、機能が6でしたか、壁を消滅させるが5で、より多くの障害物を生成させるというの、ここをやりました。6の1ですね。ちょっと6の1に戻ってみましょう。昨日作ったのがこのコードで、で、実際動くように前後にいくつかプログラム、そうですね、最初にを追加した形でやってます。再起動するとこんな形で、1つ目が出て、ずっと流れていくんですけど、こう、もう壁だらけで、鳥がこう出てきたら、押しつぶされちゃうみたいな状態になってるよっていうところまでやりました。で、これの次で、これでここにも書いてありますよね。今私たちは壁でいっぱいですというか、障害物でいっぱいですと。壁をいくつかのスペースを作成しますということで、スティックスっていうんですかね、ティックスをとにかく変数を作って永久ループが何回か反復したかをカウントして、3で割り切れる場合にのみ、障害物の作成を実行しましょうということで、たまにしか実行しないようにしようと。要するにこの部分ですよね。この部分が壁を生成することなので、ここに条件分岐を入れて、3で割った余りっていうことですから、それが0になるってことは、3でちょうど割り切れる数字、1、2はダメで、3の時はここを実行して、4、5もダメで、6の時ここに実行してっていうふうにすれば、たまに3回に1回出てくるよねっていうことです。で、それを見分けるために、この変数ですね、ticks っていう変数を1回ずつ増やして、で、3回に1回出るようにしようというのが、6の2っていうことですかね。になって、次はゲームオーバーの判定ですから、7になっているということで、今日は6の2にして作っていきたいと思います。で、6の1を改造するので、すべて表示をして、これを選んで、改造で、複製で、今日は6の2ですね。6の2を作りましょうと。で、6の2を作って、開いて、で、初めにはいらないので、ちょっと大きくしすぎましたか。要するにここを3回に1回ですね。変数は同じ名前で、ticks、こうでしたかね。で、これを1回だけ増やすというのが、ここに確かついてたと思います。で、それから、はじめにの時に、0にしときましょうか。ticks は0ですよと。ここぐらいに入れますか。オブスタクルの続きだから一番上に入れますか。この辺りは別に順番関係ないんですけどね、個人的なこだわりで。一番上で、これで1回ずつ増えますよと。で、この生成っていうのは、ここからここまでのブロックですから、ここからここまでのブロックですから、それを、条件分岐ですかね、もし何々ならっていうのに入れましょうということで、まずつまみ出しましょうか。ここからここまで。で、これは終わってから毎回やらなきゃいけないと。で、これを中に入れましょうと。はい。これで、で、ここの if 文が確認すると、これですね。ticks が3で割った余りが0ならというのを入れてあげて、今まだ芯ですから、これエラーなく普通に回ってますよね。これに条件分で余りが0ならということで、これですね。ここです。で、ここを3で割りましょうと。で、変数は今作ったTX。これです。はい。これで再起動シミュレーターが始まって、なんかここバグってますね。最初。最初に壁が出るっていうのが、ちょっとバグってます。というのは、これじゃまずいですよね。多分最初作って。これがなくていいってことなのかな。一回これをちょっと最初から外します。っていうと、これもいらないかな。配列だけ作って。これでいいですかね。これがなんかこだわっててててって出そうっていうので作ったやつが、この論理と合わないですかね。ですね。それがあるので、これはちょっと、今日からここはちょっとこれは消しましょう。てててと最初出ないと。はい、でもまあ、出るようになりましたよね。最初からここに1列目が。はい。これでうまく回っているのだと思います。で、ちょっとここからお遊びなんですが、これを2で割った余りにすると、2回に1回出てくれるんですね。ちょっとこう難易度が上がりますけど、これなかなか面白いかもしれません。で、もちろんこれを4にするともっと難易度が下がるのかな。4回に1回出てきてますね。まあこんな形でゲームの進行に合わせて難易度を変えるっていうのは、ここをまあ4からこれ5にするとなんかすごく間延びするのかな。5にすると間延びしすぎかもしれません。あ、でも5でもなんとか見えてますかね。なんとかなってますね。だから5から2までどんどん増やしていけるっていう感じです。だからまあゲームの難易度に合わせてこの出る間隔を縮めていってですね、するっていうのもできると思います。で、まあ、続けてと、まあ、ゲームの難易度でここの時間も短くしてやると流れが速くなるので、ここも難易度がどんどん上がると思います。これぐらいにすると5回に1回でもこれだったら結構厳しいですよね。まあこれぐらいまでですか。まあゲームだから厳しくてもいいのかもしれません。どんどん難易度が上がっていって。これぐらいになると結構この速さでも辛いかもしれませんね。5回に1回でも。っていうことで、ここの時間のパラメーターとまあここの何回に1回出るっていうパラメーターをうまくこうゲームの進行に合わせて調整してあげると難易度も変えれそうです。だいぶゲームらしくなりました。あとは鳥を出してきてぶつかるっていうところだけを入れれば、まあゲーム完成っていうところなんだと思います。はい。今日はこれで壁の生成ですね。これで繰り返してずっと生成されるっていうのが分かりました。はい。今日もご清聴ありがとうございました。このチャンネルでは毎朝6時にマイクロビットやいちごジャムの説明動画を公開しています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて毎日お付き合いいただければと思います。今日もご清聴ありがとうございました。